毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。私、ガーデナワ・はアーテイジアスクエア、ガッテン寿司やテリアキラスカルズのモールで、ドラゴンゴッドという開運屋を営んでおるんですが、 たまには、いや、もとへ、たまには、真面目に風水の話をしやがれという TJS からのお達しでございますから、今日はきちんとした風水の話を活かさせていただきたいと思っておりますが、えー、皆様、滞在という言葉をご存知でございましょうか太い年と書いて滞在と読むんですが、風水では この滞在を犯すことは絶対に避けなければいけないと古くから言われております。ひとたび滞在を犯しますと好ましくないエネルギーが発動。とんでもない不運に見舞われる統計がとても高いんですね。その不注意を犯す滞在と書きまして反対罪というんですが、 その滞在をどううしたら犯さなくて済むんだろうその見極め方を今日はご説明したいと思っておるんですが滞在というのは何のことはないその年のえとを指すのでございます。例えば2015年なら羊年風水では12子も方位に振り分けることができますので。 羊は南西の方位その南西の方位で2015年の羊年にドド「土土土を動かす」と書きますつまりお庭の地面を掘り返したり樹木を抜いたり植えたり改装を行ったりすることを反対罪というんですね今年 家の中心から見て、南西の方位で反対罪をされた方はいらっしゃらないでしょうか。その悪影響は12年以上残ると言われておりますので、要注意です。2015年は風水の暦で2月3日まで続きますので、これからも注意なさってください。改装のプランをされている方、 または、すでに反対罪をしてしまった方、反対罪返しができますのでご相談ください。反対罪返しのお問い合わせは、アーテージアスクエアのドラゴンゴッドまで。電話番号310-787-1891。サイレナッパナイ一泊イでございます。安心して家の改装やお庭いじりができますよ。 その家に合わせた対策をご提案いたします。ショーンテイショーノさんでした。ドラゴンゴッド。お問い合わせは、三一零七八七一八九一まで。